矢島さん、どうもすいませんでした。あ、もしもし。まあ、大佐もなんか今日、筋肉見たら、なんか俺のことも言わないって言ったけど、まあ、まあ俺はまあコメント見ながら言ったりとかするけど、まあそれはちょっと分かってね。はいはい。まあ、うん。そうですか。電話しようと思ってたんですけど、うん。清瀬の平島さんっているじゃないですか。え、誰？ああ、うん。西山君の仲いい。うん。から電話来て、なんか結構怒ってて。あっちが？はい。うん。内藤さんに勝手に名前出すんじゃねえっつって。うん。なんか話したいこととか文句あんだったら一人で俺のとこ来いみたいな感じでなんか言ってたんで。あ、そうなんだ。それを伝えてほしいって言われて、ああ、はい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 、まあ日誌に言われたことは出しただけで、本人会ったこともねえし、まあ、正直そうだから、うん、東島さんも、うん、俺会ったこと ねえんだから、あの、うん、出すんじゃねえって、うん、で、久保君の方から言っといてよって言われて、あ、喋ってんじゃん、じゃ日誌が言ってくると全然違うじゃん。日誌が言ったことを、はい、俺はそのまんまを言っただけなんで、あそこの会話が俺ちょっと分かんない、俺も分かんないんだよね。違うね、それね。とにかくだから平島さんは怒ってて、うん、内藤さんにあの人の名前勝手に出すんじゃねえって、うん、分かりましたね、じゃあ言いませんね、はい、会、うん、ったこともねえんだからっつって、うん、それ、うん、分かりました、いや、すいませんね。はい。申し訳ないです。はい、うん。それ以外は、まあ、何もないんで、別に。はい。OK、分かった。大佐、また電話するわ。あ、分かりました。うん、じゃあ、名前言わないね。はい、お願いします。はい、それ伝えておいてください。あ、はい、分かりました。はい。はい、はい。はい。ですね。言いませんね。まあ、それも相手は、まあ、嫌がってたってことは今分かったので、初めてですね。聞いちゃったの、翔様、言っちゃった俺が悪いってことで、まあ、はい、まあ、最後、一言。あ、平島さん、どうもすいませんでした。